カレーの外食ビジネスの特徴みたいなのはどういうところにあるんですか？一番難しいところは均質性の担保です。カレーの風味って種子類の中にある香水みたいな成分、揮発性の油なんですね。加熱するとそうふわっと香る。だからカレーって実はあんまり過加熱にさらすと良くない。熱々で置いとくとカレーは揮発し続ける、風味が劣化していく。でこれをいかに均質にするかっていうところにどういう答えを出すかっていうのがカレーの外食業界の戦いなんです。1個だけしか今まで答えは出ていなくて、ココイチさん60度70度っていうごくごく低温ずっと保持しておいて、1食ごとに加熱をしてで提供される。それで加熱してんだあれ。そこに対して僕らみたいなところはいかにその劣化が終わる前に使い切るかっていう勝負になるんですよ。だから回転を担保しないといけないし、チャンピオンカレーっていうとエルカツカレーっていうあの商品だけでだいたい構成比率 70% なんです。で7割看板メニューに集中する。一番の違いは提供時間です。低価格化させてもっとお客さんに来てもらうっていう